西側の地範にて、鞘山池とは、大阪府大阪狭山市、大和沢岩室にある、日本最古のダム式ため池とされ、現在では、狭山池と近い領区が維持管理している。石川や山和川といった水量の豊富な河川から、外れる河内国西部の丘陵地帯は、水量に乏しく灌漑に苦労していた地域で、現在も、狭山池周辺には、大小のため池が、数多く点在する。 アスカ時代前期、朝廷によって、西除川と、三戸屋川の五流天付近を石止め築造されたと、されるが、正確な築造年は明らかではなく、4世紀から7世紀の改修記録が残る時期まで幅広い説がある。古事記、日本書紀にもその名が記され、池の中に、や山池神社が祀られている。1704年の大和川の付け替えまで、 現在の大阪市域に至る80河村、約5万5千国を考えしていた。各時代で幾度となく改修が重ねられ、1988年から10年以上の後期をかけた大改修のダム化工事により洪水調整機能を備え、同時に池の周囲は公園として整備された。また、以前の狭山池の保存と公開を目的とした、 大阪府立佐山池博物館が池の北側に2001年に開館し、改修工事の際に切り出した停滞の実物が展示され、断面を見ることができる。大阪緑の百戦に選定されている。停滞土層、木戸井戸井や、停滞の構造は1988年に開始された。 改修工事に伴い詳しく調査され、東井に使用された木材の伐採が616年と判定された年輪年代測定結果がある。また、停滞の森土が幾層にも積まれ、その一部に植物層を含む層があることが判明し、中国から伝わった式用工法が用いられていることが分かった。堆積物中には、 プラントオパールと呼ばれる植物の意外が残されており、周辺の植生の変遷を知ることが可能になる。このプラントオパールの分析からは水田を伴わない自然栽培的な今作が行われていた可能性が指摘されている。7世紀以降と16世紀以降と推定される、それぞれ数百年間の地層から、軽層の化石が確認され、 海星系層が最大で全体の5割近く占めていたことや8世紀頃と17世紀前後の大規模な地震による噴砂や地滑りの痕跡が確認された。また堆積物中には過去500年間の古地時期方位変化が記録されている。古文書などから津波を伴う東南海、南海地震としてグレゴリオ歴684年11月29日の 白鳳地震と1605年2月の慶長地震があったことが分かっており、鞘山池で見つかった地震痕跡の時期と近いことから、軽装は洋地震の津波で大阪湾から運ばれた可能性が指摘されている。鞘山池では、船濃いナマズ土壌おもろこエビなどを漁獲対象に、ぬくづけと呼ばれる伝統的漁法のほか、ズルと呼ばれる引き網漁や、トア網漁、サデア網漁、 ハエナワ漁、モンドリ漁、釣りなどが行われていた。特に当期のワカサギ釣りの名所として知られていた。昭和33年頃に、佐山池観光有限会社が設立され、佐山池での釣りは有料化された。包みに釣り座が設置され、釣り船を出し、秋から冬の釣りに対して入漁量を徴収するようになった。しかし昭和40年代に入ると、 卵の入手が困難になってきたこと、や山池の水質が悪化して、孵化率が低下したことなどにより、若ギの移植は行われなくなった。船、鯉、モロコの養殖は続けられたが、ブラックバスやブルーギルが繁殖したこともあって、や山池の釣り客は次第に減少し、昭和60年代に入って、や山池での遊魚や養魚は行われなくなった。 平成の大改修の後現在では、大阪鞘山市都市公園条例により、鞘山池の釣りは全面禁止となっている。西よけ川の鞘山池より上流部分は天の川とも呼ばれる。ありがとうございます。